こんにちは。はい、こんにちは。今日はクリスマスイブです。ありがとうございます。なんかね、チェジュ島に今の季節ちょっと終わりかけなんだけど、椿かな、多分。椿有名な場所があって、でそこが綺麗かなって思って、今日写真撮りに行ってきます。クリスマスの似合うとこですね、チェジュでは。動画撮れたら撮ってこようと思います。皆さんもハッピークリスマス。メリークリスマス。バイバイ。今ウィミリってとこに行く前にちょっとご飯食べようかなと思って調べて、インスタでね、良さそうなオムライスなのかな、オムライスだとローストビーフみたいなのを提供してくれるレストランにちょっと行ってみようと思います。あとすんちゃんに実はクリスマスプレゼント用意してて、今日サプライズで渡してみようかなと思います。なんかすんちゃんが好きなヒップホップのブランドのジャケットっていうのかな、やつなんだけど、それ夜に渡そうと思います。どうかな、反応お楽しみに。学校はどこですか？はい、ここで今ミッティングリストがあったので名前書いて待ってるとこなんだよね。はい、見ようと思います。お、さっきよくピクル2つ食べました。ここしかない、ここしかないピクル。ちょっと出てくるのも時間かかるから食べちゃった、このピックル。もう3つしかあると残ってないよ。でも食べないふりして綺麗に残した。今年のクリスマスはすごい暖かくすぎて、もう秋みたいな感じ。冬終わって秋になる感じ。今日今見たら12度です。冬終わって秋って。これは強敵だな。春やな。まあまあすごい、12から14度ぐらいですね今。12月24日、だからもう終わるのにね。多分去年は雪降ったと思うけど。そうだったと思う。去年すごい寒かったって感じ。このニットは箱部分のです。そうなの？そうなの。これそんなちゃかりかわいい、ちゃかりかわいい。ではご飯出たらまた作ります。ここがビミリの椿公園になります。今すごいこういう風に散ってて、ピンクが綺麗な、めっちゃフォトジェニックスポットです。
とうございます。さっきね、すんちゃんにサプライズでクリスマスプレゼントあげたんだけど、その時すんちゃんなんかパンツ一丁で裸だったから動画撮れなかったの。そう、これプレゼントしました。あ、好きです。なんか最近流行ってるヒップホップのブランドなのかな、うん、メーカーの好きなのブランドだけど、はい、1個もなかったんです。好きだけど今までなくて。そうそうそう、持ってなかったんだよね。だからどうでしたか。あ、好きです。でもあの多分次からまた帰ってきたら私のじゃないんですね。だからこれからの1週間の旅楽しみます。楽しみます。はい、ありがとうございます。メリークリスマス。はい、メリークリスマス。にょー。